こんにちは、速稼塾の久保です。東京オリンピックって中止でしょ？やっぱり。でも言いにくいでしょ。そろそろ楽になったらいいんじゃないですかね。前回ですね、東京オリンピックが中止というふうにならない限りは、東京オリンピックの委員会はね、みんな毎月給料が入る。楽をして給料が入る。だから言い出せない。自分たちから言わないっていうのはお話だと思いますけども、これがね、ますます現実味を帯びてきたようです。だって、どこの国から選手来るんですか？ロックダウンが本気で始まってるドイツですかね。その他、どんどん都市封鎖してる、どっから来るんですかね。特に日本って、ちょっとね、感染拡大してるじゃないですか。こんなところに行こうぜっていうふうに今から考えて準備してる選手っているんですかね。どこの国からしても、選手っていうのは国の宝ですから、こんな危ない時期にオリンピックに行かせるなんて、ちょっと考えられないと思うんですよ。もちろんですね、世界中が実はこの新型コロナウイルスはフェイクだってことを知っていてやってるんだったら別ですよ。でも、どうもそうじゃないような気がしますね。皆さんどう思います？それじゃあちょっと記事の方を読んでいきましょうか。内部告発が入ってますからね、今回ね。はい、五輪組織委員会が内部告発。世論が中止に傾くことを願ってますっていうようなね、衝撃の発言でございます。ちょっと読んでいきましょう。中止77%。これは一部メディアが行った五輪開催是非の世論調査の結果だということなんですよ。さっきの東京知事選でも、複数の候補者が五輪中止を公約に掲げていたように、もはや開催は少数派だということでございます。それはなんとなくわかりますよね。しかし、どういうわけか、こんな情報もあるんですよ。6割以上、調査によってはそれ以上の方が大会の開催を望んでいると語る人、いるんですね。で、森会長なんですけども、これ82歳、すごいっすね。もう引退してくれればいいんじゃないですか。コロナ禍を乗り越えた人類の団結と共生の象徴と、主張を変える様子はない。無責任だな、これも。で、あんたが走れって話じゃないですか、これは。自分ではね、安全なところにいて、選手を危険にさらしといて、コロナ禍を乗り越えたもないもんですよ。それぞれ立場があるだけに言いたいこともあるし、言えないこともあるっていうのが本音なんでしょうけどもね。で、次ですね。組織委員会の本音として、心の中では開催できないと思っている。その葛藤の中で仕事するのは本当につらいという言葉も現実ある。でも今別に仕事ないでしょ。何やるんですか？というか、やらないでください。まずは前提として、組織委員会では中止の単語が禁句だそうですね。受験生にね、滑れって言っちゃダメだよみたいなことですよね。 で、組織委員会が最も恐れているのは、世論が中心に傾き、スポンサーが撤退するっていうことらしいんですけども、スポンサーが撤退してくれたらしょうがないからできないよねっていうふうな後付けの言い訳ができるってことですかね。確かにスポンサーが辞めるって言わないのに、委員会が先に辞めるって言ったら、多額な賠償をスポンサーから要求される可能性もありますからね。まあ、結局はそういう損得勘定でしか動いてないと。選手のことや国民が楽しんでいるオリンピックのこと、そういうことは全く考えてないってことですね。で、一方、組織委員会が管理している聖火の裏事情も教えてくれたと。森会長の聖火をオリンピックミュージアムに持ってくるという発言も、スポンサー撤退を恐れているから、全て会長の思いつきです。この人ね、昔から思いつきなんですよ、森会長。で、森総理もやったことがありますけどもね、思いつきで82歳ということでね、戦後を生き抜いてきた人の思いつきは、こういうところに出てくるのかなと思っちゃいますよね。戦場でお亡くなりになった、戦友たちは泣いてるぞ。いずれにせよ、幹部と現場職員の温度差は広まるばかり、国民も広がってますよ。最後に職員は、もう誰もが大会が開催されると思ってません。世論がもっと中心に傾き、そうなることを願ってますとまで漏らしている始末でございます。皆さん、東京オリンピックといえどもね、官僚組織のお遊びですよ。国民、そして選手、そういうものがメインではないってことですよね。ひどいもんです。コロナね、そして持続化給付金、いろいろありますけども、私たちはいつまでたってもこうやって蚊帳の外ということでございます。では、今回は寂しい報告になりましたけどね、オリンピックはないという前提で私たち生きていった方が良さそうです。それでは、いってらっしゃい。